はい、かのっちです。今回は DP パワーの、スポーツカムですね、これの HD と 4K、2台、ありますので、これの開封対決をしていきたいと思います。はい、こちらが、HD タイプのカムです。こちらの方が 4K のカムです。箱の大きさもね、ずいぶん違いますね。これは前からあった箱の大きさだと思うんですけれども、今回のはですね、こういうビニールにくるまれてきております。それと 4K の方のパッケージなんですけれども、今回届きましたのは 4K25FPS になってますが、当初作られたこのパッケージですけれども、ここが 30fps になってたものがあるそうです。メーカーの方に問い合わせいたしましたら、パッケージの、プリントミスということでした。YouTube の動画の方にも何件かここが30になっているものがありましたので、メーカーの方に訂正いただくように連絡いたしました。はじめに、HD タイプの方、これを開封していきたいと思います。まずはビニールの方を取っていきましょう。以前の梱包と変わりないみたいですね。同じような感じだったと記憶しております。防水ケースを無料でゲット、公式の問い合わせメールアドレスとありますね。レビューを書くと防水ケースをゲットできるそうです。4K の方のビニールも剥がしていきましょう。はい、こちらが中身です。こちらの方はバッグが入っておりますね。この方はと残りはないみたいです。はい、こちらが箱から取り出した中身です。 HD タイプは箱が2つと、4K タイプの方にはこういうパックが付いております。では HD タイプの方の箱を開けていきましょう。こちらの方がカメラのパッケージ、防水パッケージですね。以前の
ものに比べると少し形状が変わってます。前のやつはこちら。こうやって合わせてみると、大きさが随分違いますね。以前のものよりも、随分コンパクトな防水ケースに変わっています。はい、4K の方です。こちらがカムです。防水ケースの大きさはさほど変わりませんが、ここのレンズ周りの形状が若干違ってますね。こちらがビネコとムソンについてた防水ケースと同型のものです。これはね、これはビネコについてた方ですね。ムソンのやつはね、ちょっとここに傷があったんで、ちょっと見分けがつくんですけれども大きさはこれ同じ大きさみたいですね。ここの防水のシールの位置がちょっと違ってますね。はい、そんなところでしょうか。それでは中身の違いを見ていきましょう。はい、中に新しい防水ケースのデザイン変更ということでカードが入ってました。あと保証カード、これも以前はなかったような気がします。こっちも防水ケースをゲットしようという 4K の方ですね、ゲットしようというカードが入っています。はい、4K の取扱説明書です。オール日本語ですね。EX5000 の方も全部日本語になってます。それでは対決いきましょうか。はい、まずはクロスとシートと結束バンド。はい、
これも同じものですね。マイクロ USB の充電コード。バンドですね。もう一つマニュアルが入ってますね。あ、すいません、失礼しました。前取扱説明書といったのは、便利なヒント集というやつでした。三脚穴に取り付けるアタッチメントですけれども、 4K の方が少し小さいものがついてます。こっちか。この切り込みは何でしょうね。そうすると今のがだいたい同じものが同梱されてましたね。じゃあ 4K の方により多く梱包されているものを見てみましょう。こちらが 4K の防水ハウジングの裏蓋ですけれども、こちらには、穴が開いてません。こちらの方は、穴が開いてるやつで、防水ケースで保護したいけれども音は、拾いたいという時のために、ここに穴開きの、後ろの蓋ですね、これがついてます。あとリモコンですね。こう腕にこうつけて、写真録画のスイッチを押すやつです。結構これ便利かもしれませんね。それと自撮り棒がついてます。三脚穴と同じでしょうから、これをこうつけて、である程度これを回してつけたい方向に合わせてノブを締めます。それでこういうふうな形で、あ、結構長いですね。まあ、自撮り棒というか、高い位置から撮影したいときに使えそうですね。もちろん反対にこうやれば自撮り棒としても使えます。
それとこのケースですね。以上が開封対決でした。4件の方が付属品も多くて、いろいろ用途に合った撮影ができそうな気がします。それと、付属ケースの形状が他のスポーツカムと若干異なっておりますね。こちらの方がムソンのケースです。こちらがピネコのケースです。どちらが使いやすいでしょうかね。まあ、これだけで持ち出すのは少ないと思います。カバン等に入れた時に、収まりのいい方を使いたいと思います。